こちらがの諸岡の自走式木材破砕機 MC6000 というモデルです。今回新たにですね、オプションとして、通常 の三角の刃からこの四角の刃ですね、こちらを採用して、販売することになります。特徴はですね、やはりこの大きい刃の面で削るので、非常にその処理能力が上がると。まあ、なおかつ破砕するそのこの消耗の刃ですね、その寿命もだいぶ長くなるということで、いろいろテストを重ねた結果、この仕様もオプションとして、徹底することになりまして、で今回新たに展示会で、発表させていただきました。非常にですね、諸岡の特徴であるこの受け刃と刃の構造ですね、こちらで破砕して、あとはスクリーンの間で何回も回りながらスクリーンの大きさ以下になると下に落ちてコンベヤから排出されるという非常にシンプルな構造になっております。エンジンは630馬力のエンジンを搭載してまして、ある程度根っこから廃木材まであらゆる木質系の破砕に対応できる機械になっております。駆動はエンジンからダイレクトに破砕のローターじゃなくて、エンジンからポンプモーターを介しまして、油圧で回転させるような全油圧式の破砕機になっておりまして、非常に油圧で回ってますので、まあ硬いものが噛み込んだりしてもですね、ある程度油圧が逃げてくれると、リリーフしてくれるとということで非常に壊れにくくなっております。まあ、とにかくシンプルで、非常に価格的にも、まあ、安値で対応しておりますので、ぜひともご検討いただければと思います。以上です。